これこれと話すってなんか精神が安定してから話そうとしてんじゃない。あいつじゃあまだあのお話ししてないのか。ライブはするみたい。逃げてる。逃亡中らしい。あいつ相当落ちてんだな。もうさパッと出ちゃった方がいいのにね、うん、なんかこれこれとかもさなんか着物くんとさなんか長い付き合いで悪くしようみたいな感じじゃないと思うからパッと出ちゃった方がなんか沈下が早そうだけどね。少し時間が欲しいらしい。いやだからそうやってさなんか少し時間が欲しいって言うといろいろなんか準備してるとか思われるわけじゃん。自分を正当化するための準備をしてるとかさ思われるからパッと出ていや悪いことは悪いって認めるつってそこに関しては謝るみたいな感じのスタンスでまあ迷惑かけちゃってごめんなさいみたいな感じで済ました方が沈下が早いっていう証拠を集めてるって。いやだからいやでも着物くんはなんかそのタイプなんだけどなんかなんか売られた喧嘩買うわとことんやるわみたいなスタンスが今の時代に合ってないんだって。マジ合ってない。そのなんか弁護士がどうのこうのとかじゃなくてごめんねでいいのよ。まあなんか俺は良かれと思ってやってたけども向こうは結構苦しかった辛かったねきつかったんだね本当になんかその気持ち今ちゃんと知ったからごめんねでいいんだよ。で今後はなんか下を育ててる時とかにもう少し配慮だったりとか相手の気持ちちょっと考えてなんか会社とかも運営していこうと思うからみんなついてきてくれとかでいいのよ。シンプルにと俺は思うけど徹底的にやるのは裏でいいんだよ。どうしても許せないっていう時は裏で潰すしかないんだよね。それをなんか表に出しちゃうとねどんどんなんか自分のさイメージが悪くなるわけじゃん。多分ね着物くんのそのなんかリスナーとかがもうずっとムズムズするわけよ。だから着物ちゃんがなんかごめんねみたいな感じでいろいろ迷惑けてごめんっていう感じで収まりつければリスナーはめちゃめちゃいいのに、なんかもうそんなことじゃ離れないよ。着物くん見損なえました、マジで無理ですとかほんと5人ぐらいしかいないと思う多分今回ので。今こういう状況でライブ前でピリピリしてる時にこういうこと起きて着物くん大丈夫かなしか思ってないから、うん、みんなだから俺は大丈夫だよっていうところをなんかいち早く見せた方がいいと思う。若奥さらしてもいいって言ったのはあかんでしょ。なにそれちょっとなんかよくわかんない。そう俺もなんか頭の部分しか知らなくてその先の部分ってあんまりわかんないんだけどもういい悪いじゃないのよもう正直ね。そんなねもう何個も悪いところ着物くんにもあるし、でも着物くん側からしたらこいつの行った行動だったりとか気に食わないみたいなのがあるわけじゃん。だからなんか結局さなんかお互いなんか食い違ってるみたいなところもあるし、あとまあ今の時代に合ってないみたいな方針が、うん、っていうところだと思う全ては。なんか法的にいけないとか犯罪だとか言うんだったらもうそれこそ警察呼んだりとかね、弁護士入れて裏で片付ければいい話なの。表でさそんなさ裁判官ごっこする必要ないの。リスナーがそれは犯罪です犯罪じゃないですそんなのなんかお前らが知ったこっちゃないの。お前らが裁くことじゃないのよ、うん、俺らが裁くことじゃないから。だから本人がそんなんかやればいいんじゃない。そういうのはね他にリスナーに何言われようと、うん、俺はなんかそう思うけど当人同士の問題なんだから許せねえと思ったところをとことん配信でやるってなるとちょっと違うよね。着物くんの場合は着物くんの場合は円滑にそのなんか安心安全でね、着物くんのライブ見たい人たちの方が多いんだから放送見たい人たちの方が多いんだからサクッと解決した方がいいんだよ。ダラダラやらないで。そうなんだまだ終わってないんだ。もう今月ライブなのにきついね。そういうこともあるよね。でもねあれから全く進展ないんだ。メンタル厳しいと思う正直。まあしょうがねえよ。やってしまったことはしょうがないからそこに対してごめんって言っときゃいいんだよ。どんどん後から出てきてるよね歌書いた人とか。歌書いたって何え何ゴーストライターいたのマジで。ちょっと俺それはショック。お前が書けよって思うしえゴーストライターいたの。ゴーストライターいたのはちょっと俺は何よりもショックなんだけどそれもし俺が言ってる通りだったらいないでしょさすがに。制作費を払わなかったとかが出てきたの。あーでも、なんか、俺も暴露されないだけで、結構制作費の対応とかあるからね。うん、そんなん言ったら。うん、だって、ブローアップの、制作、ブローアップのフライヤーのロゴの制作費、俺今日払ったもん。あ、昨日だ。昨日払ったもん。マジで忘れてて、ずっと。ずっと忘れてて、ブローアップの制作、ロゴの制作費、昨日払ったらマジ遅れてごめんとか言って。言われて、すいませんっつって。それは便乗すぎん。いやね、なんか一個さ、なんか暴露出てくると次から次へと出てくるんだよ。うん乗っかってね困るよねそういうのもね。これこれさんが指摘したらすぐ振り込まれたって、うん、リスナー守るって言いながら、ことに詰まったら見捨てるって。リスナーを守るって言いながら、でもなんか着物くんってでもリスナー守るってタイプじゃなくない。そうなんか身内とか守るとかなんか強い。そう
なんか強いなんか熱とかを感じるけども、なんか応援してくれてる人に関してはそういいから黙ってついてこい精神っぽく見えるけどね、うん、正直去るもの追わずなタイプだと思ってた。そうリスナーついてこい系っぽいよね。めっちゃリスナー守るって言ってる。そうなの、言わなくていいのにね、そんなこと。マジでだってもう1000人も2000人もさ、どうせついたらさそんな守れねえじゃん。だってここに今じゃあコメントしてくれた人たち全員俺が守るわとか言って、そう守りきれないし、そんなこと俺はちょっと言えないな、守れないね。であとその守るとか言うとね、結局さなんかじゃあ私のこと守ってくださいとか変な粘着されるのめんどくさいじゃん。そうだから疲れるんだよネットって。なんか軽はずみになんか守るとか言うとさ、私こういう風になってるんですけどとか言ってトラブル持ってくるじゃん。トラブルめちゃめちゃ持ってきたりとかするから、ね、じゃあ自分の身は自分で守ってくださいって言う方がいいよ。正直人に期待しないことだよ。そう期待しない方がいい。でもやっぱりね、その期待されるとなんか期待するなんかさ、人に期待するとさなんかあの期待通りのさ働きをしてくれなかった時にこっちががっかりするわけじゃん。でも期待乗せられる側とかもプレッシャーとかに押しつぶされたりするから、お互い期待しないようにした方がいいんだよね。やめた方がいいよね、そういうのは。守るとか、守るって言ってないの、助けてくれっていうリスナーもおるしな、うん、めんどくせえよ。俺とかはめちゃめちゃ性格悪いから、そう守ってくれ助けてくれって言われたら俺になんかメリットあんのっていう。そういやお前助けてメリットあんのつって、いやポンスケには金貸すけどね、そのなんかどこの誰かもわかんないリスナーに同じ金額貸せねえよつって、得ないもんって言うもん。ポンスケに金貸すのはいくらか得があるし、回収の見込みがあるからお金稼げるけど、なんでお前に貸さないといけないのとか言うし、うん、それぐらいの方が楽。うん。